5万人が選ぶ本当におすすめできる焚き火台、ついに決定です。どうも、やみつき松本です。ということで本日は総選挙焚き火台編です。過去動画ご覧になってない方はまずはそちらの方を見ていただければと思うんですけども、私のこのチャンネルに登録していただいている方を中心に、あなたが本当におすすめできるキャンプギアは何ですかということでアンケートを取って、それを集計した上でですね、現時点での私のチャンネルの視聴者のランキングを決めていこうというのがこの総選挙なんですけども、今回は焚き火台編ということで、もう本当にたくさんの方にアンケートお答えいただきまして、まずはありがとうございます。内容に関してもテーブル、チェア、バーナーと今まで行ってきた中でも最も意見が割れた回となっております。今回はですね、たくさんいただいた意見の中からトップ10を集約して、今見ていただいている形でランキング形式にして発表していきたいと思います。動画の後半ではランキングには惜しくも入らなかったですが、個人的に気になったアイテムなどをピックアップしておりますので、最後まで見ていただければ、焚き火台選びに悩んでいる方、それから第2、第3の焚き火台なんか欲しいなと思っている方の参考になること間違いなしですので、ぜひ動画最後までご覧いただければと思います。今回も商品の紹介とともにいただいたコメントも読ませていただきますので、コメントの中にはですね、実際に使ってこういうところが良かったとか、ここだけはちょっと気になるんだよねといったデメリットの部分も正直にお答えいただいている意見が多数ありますので、絶対に参考になると思いますので、私もね、楽しみに皆様と一緒に見ていければと思います。ということで早速ですけども、焚き火台総選挙いってみましょう。まず第10位にランクインいたしましたのはこちら、ユニフレームの薪グリルです。これここで出てきますか。意外ですね。もうちょっと上位かなとも思っていたんですが、逆に言うとそれだけ今回意見が散っているので、変わったものもありますし、王道もだいぶねランクインされているかなと思いますので、実際にこれがどういったものかも見ていきましょう。ユニフレームの薪グリルということで、こういった形のものを見たことある方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。こうやって畳んで持ち運べるというところと、五徳の部分の高さが変えられたりするというところはあるんですけども、まあ一番はですね、リフレクター代わりにもなるということで、熱をちゃんと反射してくれますし、薪とかもねそのまんまくべられるということで、まあ焚き火台という位置づけではあるんですが、調理台のようなね感覚で使っている方も結構いらっしゃるかなと思います。今回もねコメントを読ませていただきたいと思いますので、行ってみたいと思います。てんてん柳さんですね。冬限定ですが、反射熱で暖かく調理にも向いている。そのままだと燃焼効率に少し難ありですが、数点アイテムを足せば解決。ステンレスだから重いのと、専用ケースがチャチーので、そこだけマイナスかなということですが、買ってよかったということでコメントいただいております。ありがとうございます。このね、てんてん柳さんの意見としてはですね、この収納袋の部分ですとかね、重いという部分はあるというところはねマイナス点かなと思いますが、その他はもう本当に気に入っていて買ってよかったというコメントをいただいております。ありがとうございます。これもね見たことあって気になっている方もいらっしゃると思いますし、これのねちょっとちっちゃいタイプですとか大きいタイプなどのね種類もありますので、自分のねスタイルに合わせたものをチョイスできるという点もいいのかなと思います。ということで第10位にランクインしましたのはユニフレームの薪グリルでした。そしてどんどん行ってみましょう。第9位にランクインしましたのはこちら、ユニフレームのファイヤーグリルです。ちょっと名前が似ているんでごちゃごちゃになってしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、こちらが第9位にランクインしたファイヤーグリルです。正直ね、このユニフレームのファイヤーグリルに関してもうちょっと上位、なんならトップ3に入るんじゃないかなと個人的には思っていたんですけども、まあそれだけ今ねこのチャンネルを見てくださっている皆様の多様化が進んでいるというかね、いろいろな思考を凝らした焚き火台が出てきていて、いろいろな焚き火台がね買ってよかったと思っている方がいらっしゃるということだと思うんですけども、この王道ともいえるファイヤーグリル9位にランクインです。まあこの形見たことあるよという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私もね過去動画で何度かご紹介しておりますが、もうこれは王道ですし、私自身も家族でも使うし、ソロキャンプでも使うし、どんな焚き火台使ったらいいというような相談をいただいた時にはね、これをお勧めすることが多いですね。通常はこのぐらいの大きさですね。上のお皿部分の深さはね折りたたみができないので、まあ収納サイズ的にはねめちゃくちゃコンパクトというわけではないんですが、やっぱりねこの頑丈な作りと地面からね距離が出るので結構安心して使えるということで、私自身もずっと使い続けている製品になりますね。重量は 2.7 キロということで、先ほどの
この薪グリルと同様にですね、ちょっと重さはあるのかなという部分はありますが、先ほど言った通りですね、ファミリーキャンプとかにも使えるという点で、まあソロキャンプでもファミリーキャンプでも人気の焚き火台なのは間違いないでしょう。こちらもコメント言ってみたいと思います。犬神行部さんですね。太くて長い薪でも余裕でくべられるし、網を使えば焼き物調理かっこ焼肉などができるので何かと重宝していますというコメントをいただいております。ありがとうございます。そうなんですね、私もね同じような感想を持っておりまして、焚き火をするときはね薪そのままインサートできますので、もう本当に何も難しいこと考えずに焚き火が楽しめるというところと、私とかだとね親戚が集まってのバーベキューとかいう時に、まあ、網もねついてますので、もうこのまま炭調理でね焼肉というようなことも楽しませていただいたりしておりますけども、まあ、とにかくね安心して安定して使えるという部分で私もね重宝して使っておりますが、犬神行部さんも同じような感想ということでありがとうございました。ちょっと波乱の幕開けではございますけども、第9位にランクインしましたのはユニフレームのファイヤーグリルでした。はい、ということでだいぶ荒れておりますけども、続いていってみましょう。2024年の焚き火台総選挙第8位にランクインしましたのはこちら、スノーピークの焚き火台です。マジですか。これももうちょっと上位かなと個人的には思っておりましたけども、ここで出てきました。まあ今回はねあくまで私のチャンネルをね普段見てくださっている方を中心にアンケートを取らせていただいておりますので、そういった影響もあるのかなとは思いますが、これもねもう王道中の王道ですよね。まあパタンと畳めるタイプ、焚き火台ですけども、もうこれ本当に剛性がすごくてしっかりしていて、もう定番中の定番ということで、ずっと使い続けているという方も少なくないんじゃないでしょうか。スノーピークということもあって人気の焚き火台であることは間違いないんですが、今回第8位ということでランクインしております。このアイテムに関してもコメントいただいておりますので読ませていただきます。サラダさんですね。まずいい点、設営撤収が楽、まあパタンと開くだけですもんね。さらにまあ永久保証なのに価格は比較的リーズナブルということで、保証面もね、コメントいただいてますね。子供の世代に譲ったりできる耐久性、焚き火台 L であれば薪を割ったり短くせずともそのまま放り込める。スターターセットがあり初心者キャンパーさんにもおすすめできる点です。悪い点は重たいくらいです、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。こちらですね、まあ、価格的に今見ていただいているのが、撮影時点ではセールがかかっていて 11% オフの、18,900円ということで、おおよそ2万円ぐらいする製品なんですが、スノーピークということで保証がついていて、それを考えると安いよねというようなコメントもいただいております。で、なんといっても印象的だったのは子供の世代に譲ったりできる耐久性ということで、かなりねしっかりしてる印象で、私もねこれ何回も見たことありますけども、まあ確かに重いという面はあると思うんですけども、収納サイズ的には結構薄くはなりますので、隙間とかにも入れられるかなという部分も考えた時にはやっぱりちょっと考えられているなというところと、人気の理由がよくわかる製品かなと思いますので、今回の製品もねご紹介したものは全て概要欄の方にリンク貼っておりますので、よろしければそちらの方もチェックしてみてください。ということで第8位にランクインしましたのはスノーピークの焚き火台でした。いやなんかロケットスタートですごすぎるんですけど、あの焚き火台がここで出てくるかみたいなものが初っ端から続きすぎていてびっくりしておりますが、どんどん行ってみましょう。続きまして第7位にランクインしましたのはこちら、キャプテンスタックのヘキサステンレスファイヤーグリルです。これも王道ですよね。よく見る方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こんな感じのヘキサタイプの焚き火台になりますね。まあ、結構大きさもあるので、このようにね、バーベキューを囲んでみたいなことがしやすい形なのかなとも思ったりしますが、この辺も実際に使ってる方のコメント見てみましょう。マニーさんですね。コロナ禍に家族での焚き火用に購入。調理もそつなくこなせる。収納サイズは縦横はそれなりにあるけど、かなり薄くなるのであまり気にならないです。ということでコメントいただいてます。ありがとうございます。これまあ折りたたみ式ということもありますので、展開した時はねこういう感じで結構大きいんですけども、薄く持ち運べるということで、家庭でのバーベキューももちろんですけども、まあキャンプでも使ってる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。あとはですね、個人的には価格ですね、今ねセールかかっていますけども、まあ、5,000〜6,000円で買えるという点も考えるとかなりいいんじゃないでしょうかという部分と、まあこれだけ大きいということもあるので、上に乗せるクッカーとかある程度重みがあるもんでもなんとなく安心して使えるという点もあるのかもしれないですけども、もうこれも王道ですよね。結構持っていらっしゃって使ってらっしゃる方いらっしゃるかなと思いますけども、改めまして今回は
台にはないという結果になっております。ユニフレーム、スノーピーク、キャプテンスタック、もうそうそうたるメンバーですけども、こっからはですねちょっと変わったものも出てきます。要注目です。続きまして第6位にランクインしましたのはこちら、スーギアのファイヤーブックチタンです。こちらねご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですが、私ね以前からね知っておりますし、ご本人にもねお会いしたことがあるんですけども、こちらの製品は今はベースを中心に販売しております。 X の方とかでは結構話題になっているので知っている方もいらっしゃるかなと思いますが、知らない方もいらっしゃると思いますので改めましてちょっとご紹介させていただきます。まあこんな感じで折りたためるファイヤーブックという名前がついている通り本のように折りたためるんですが、こういう感じで下の足をガバッと出してガバッと展開するとあら不思議焚き火台の形になるということで、詳細はですねちょっとベースのページ概要欄の方に貼っておきますので見ていただければと思いますけども、まあ店舗でも多数取り扱いがあるということですが、ベースの方でもですね購入ができるようになっております。ということもあってチタンということもありますので、重さが 357g ということで結構軽いというところと、まあこれねブックということでコンパクトに持ち運べるのはなんとなくイメージ湧くかなと思うんですけど、X とかでね使用している方見るとこのねサイドの部分をね薪を長いまま入れたりということをしたりですね、風防の角度が変えられるというところも一つのポイントになるのかなと思います。はい、ということでまあ今回はですねいろいろな方からご紹介いただいてて、別にね私なんか忖度とか全然今回のランキングとかしてなくて、本当に入ったね票数をカウントしているだけですので、その点は言っておきますけども、改めましてこちらの方もコメント読ませていただきたいと思います。これね今回スーさんからもコメントいただいておりますので、せっかくですのでご本人のコメントを読ませていただきます。 A5 358g と軽量コンパクトなのにフルサイズの薪を投入可能で、炭やアルスト固形燃料も使えるのでということでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ本当にその通りですね、コンパクトに持ち運べるけども本当に多用途であらゆるケースを想定して作っていただいているという部分がありますので、メーカーのようにねどこでも売っているというわけではないので、詳しくはですねちょっとベースの方を見ていただいたり、取扱店の方もねこちらの方に載っておりますので、そういったところをチェックしてみていただければと思いますけども、まだ知らなかったという方もねたくさんいらっしゃると思いますので、これだけのね方が支持していただいて今回のランキングではですね上位に食い込んでいるということもありますので、気になる方はぜひ概要欄の方から覗いてみてください。ということで第6位にランクインしましたのはスーギアのファイアブックチタンでした。大波乱ですね。いやーちょっとびっくりしましたね。はい、ちょっと変わったものも入ってきましたけども、いよいよねトップ5のご紹介に移りたいと思います。第5位にランクインしましたのはこちら、パーゴワークスの忍者ファイヤースタンドです。これももう人気の商品ですよね。もう軽量で燃焼効率がいい焚き火台といえばこれという方も少なくないと思います。まあ今回もねおそらくコメントいただいたりアンケートで投票いただいた方はですねコンパクトに持ち運びたいというのが根底にある方が多いかなと思いますけども、このグラムなんと本体重量 275g となっております。はい、ということでまあメッシュのね火床ということもあって燃焼効率も最高ということで、結構使ってる方見るんですよね私も。ということでこちらもコメントの方を見ていきたいと思います。さっちゃん8203、パーゴワークスの忍者ファイヤースタンドめちゃくちゃ軽いですと、収納した時も薄くバックパックにもおすすめですね。組み立ても簡単ですしメッシュなので皮膚希望なくてもよく燃えてくれます。薪も切らずにくべられるのでありがたいです。自分は焚き火台の下も熱くなるのでよくピザを焼いたりパンを焼いたりしています。寒い日は足を入れて温めてます。非常に頑丈ですしメッシュが破れてもメッシュだけで売られているのでお得かなと思います、ということでコメントいただいてます。ありがとうございます。もう言うことないです。はい、やっぱりね使ってる方の意見がね最高なんですよ。私もねやっぱり聞いていてすごく説得力あるなということでやっぱり欲しくなってしまうんですけども、今回もこの下の部分はね結構熱がありますということで、ピザを焼いたりもできますし寒い時はねここで足を温めてますということもコメントいただいてましたし、まあメッシュのねこの火床の部分に関しては破れることもあるかもしれないですけども替えでも売ってますよということなので、そういったね長く使えるような生の意見いただきまして本当に参考になった方多いんじゃないかなと思いますけども、今回ですね第5位にランクインしております、パーゴワークスの忍者ファイヤースタンドでした。さてどんどん来ましたね。皆様が予想していたアイテムはもう入ってますでしょうか。さていよいよトップ4に入っていきたいと思います。
第4位にランクインしましたのはこちら、東京キャンプの焚き火台です。これも、もうこれもね、もうアマゾンのセールとかの時にも結構セールしたりしているので、認知度はかなり高い製品なんじゃないかなと思います。私自身もね、1個ねこれ持っているんですけども、かなりね剛性が高い商品で、しっかりしている印象があります。使い勝手に関しては見た目通りになんとなくわかるかなと思いますけども、結構使ってる方も多いのかなと思いますし、コメントもいただいておりますので、コメントも紹介していきたいと思います。本まこさんですね。とにかくコスパとカスタムの豊富さですね。定価は基本5000円以下で買えます。収納も比較的薄型になるのでコンパクトですし、素材がしっかりしているので焚き火で歪むという心配もありません。焚き火台の形状上、縦にはくべにくいのですが、横方向に火床も広いので、市販の薪でもバトニングせずにくべることができ、焚き火調理がしやすいのもメリットですね。初心者からベテランの人まで使い勝手のいい万人向けの焚き火台だと思います、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。うん、その通りですね。まあ軽量コンパクト、なおかつそれなりに剛性もあるということで、いろいろな方がね支持している商品なのかなとも思いますので、まだね知らなかったという方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、詳細はね概要欄の方から覗いてみていただければと思います。ということで、今回のランクでは第4位にランクインしました、東京キャンプの焚き火台でした。さて、いよいよトップ3に移りたいと思います。第3位にランクインしましたのはこちら、コールマンのファイヤーディスクです。これももう定番中の定番ですよね。今撮影時点では 30% オフのセールがかかっておりまして、大変買いやすくなっております。5800円ということですけども、まあファイヤーディスクはですね、今見ていただいているのが通常の直径40センチのもの、それからちょっとちっちゃいファイヤーディスクのソロ、こちら30センチのものと、ファイヤーディスクのマックスということで、もっと大きいものもあります。今回はね全てを総合してのランキングとなりますので、コールマンのファイヤーディスクが第3位にランクインしておりますね。これもね結構使ってる方見ますが、なんだかんだこれでいいよね感はありますよね。下の部分にね足がくっついておりますので、展開するだけで、一瞬で使えるという部分もありますし、まあ形状的に炭とかもね入れられるというところと、薪のね焚き火を楽しむ時でも使えるということで、シンプルな形状なんですがあらゆる部分で使えるというところで人気の商品ですね。でトップ3に関してはコメントいただいているもの2つ読ませていただきたいと思います。まずミルクモナカさんですね。足をカチャカチャカチャで本当に秒で終わる。大きい薪も置けるし安定感もある。片付けの際も火消し袋にそのままザッと入れることもできるし、火が消えていたらそのまま捨てに行ける。構造がシンプルなので汚れても洗って乾かすことが簡単にできる、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ本当にディスクなので、このディスクごとね持ち運べて、その灰とかをねこぼさないで持ち運べるというのも非常に大きなメリットですよね。先ほどコメントでいただいた通り、洗えるというねメンテナンス性も非常に人気の秘密なのかなと思います。もう一件読んでみましょう。しょうちゃんさんですね。広い、簡単、頑丈、そして地面へのダメージを気にしなくていい、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。確かにこのね火床がメッシュになっているわけではなくて、ステンレスの板で完全にね遮られておりますので、地面への熱の伝わり方に関しては比較的、伝わりにくいのかなと思います。この辺は先ほどランクの中にも出てきましたユニフレームのねファイヤーグリルとかとも同等かなと思いますけども、そういった意味でも初心者の方でも使いやすい焚き火台ということで人気が集まっているのかなとも思います。はい、ということで、第3位にランクインしましたのはファイヤーディスクでした。続きまして、今回の2024年焚き火台総選挙第2位にランクインしましたのはこちら、東京クラフツのマクライトです。なるほど、ここでやってきますか、マクライト。こんな感じの焚き火台見たことある方もいらっしゃるかもしれませんね。タナチャンネルさんのねオリジナルグッズとして東京クラフツというブランドから出ているマクライトで、こんな感じでね、焚き火台になるんですけども、通常はですねパーツ3つを組み合わせるだけということで、かなりコンパクトに持ち運べるという点と、あとは組み合わせによって四角形になりますので、薪をあらゆる角度から入れられるというところで、
まあ、汎用性も高い商品なのかなとも思います。最近では五徳の高さが調節できるマクライト2が出たりですとかねしておりますけども、2が出るということはねやっぱり人気の商品ということもあると思いますので、実際に使っている方のねコメント見てみたいと思います。春菊さんですね、いい名前ですね、軽量で薄く収納ができ、なおかつ火床も広く安定しているので、がっつり焚き火をしたい徒歩キャンパーにはうってつけの焚き火台だと思います。購入して1年になりますが、目立った変形もなく使用できています。迷わずチタンバージョンも購入したので届くのが待ち遠しいです、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ、これ自身もですね、重量も 794g ということで、これ自体でもかなり軽量な部類には入るとは思うんですけども、まあ、チタンバージョンも出るということでコメントもいただいております。まあ、軽量だけど使い勝手はがっつり使いやすいというところがやっぱり人気の秘密なのかなとも思いますね。もう一人ですね、これなんて読むんだろう、カズマグさんでいいのかな、 KAZMG さんですね。マクライトに1票、マクライト2にアップデートされて五徳の高さが変えられるようになったので焚き火調理がものすごくやりやすくなりました。またピコグリル系と違って薪を縦横に置ける広い火床があるのがグッド、五徳を外して火だけを楽しむこともできる、まさに焚き火を味わい尽くせる一品だと思います、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。言うことなしです、その通りですね。やっぱ使ってる方は購入した時にね、こういう理由で購入したんだっていうところもありますし、実際使ってみてこうだったんだっていうコメントもあるので、もう私なんぞはね口を挟む術はないんですけども、いろいろと、参考になる部分があったんじゃないかなと思います。ということで、焚き火台総選挙第2位にランクインしましたのは東京クラフツのマクライトでした。今回の総選挙も終盤となってまいりました。今回の2024年焚き火台総選挙第1位にランクインしましたのはこちら、ピコグリルの398です。まあこれに関してはもう言うことないですよね。で、今回の焚き火台総選挙の特徴としてですね、まあどちらかというと形に対しての投票ということもありまして、ピコグリルタイプと言われるようなね商品もね正直たくさんあるので、そういったものを総合してということになりますけども、今回のねこのピコグリルのこの形の焚き火台はもうたくさんの方が本当に使っているということで、いろいろなご意見もいただいております。私自身もね一個ねこれの大きいもの持っておりますけども、なんだかんだ入って使いますよね。はい、もう完成されたある意味では今回のねソロキャンプを牽引してくれたような焚き火台の新しい形なのかなとも思いますが、いろいろコメントもいただいておりますので、こちらも読んでいきたいと思います。 NF ピアーさんですかね、軽量コンパクトで組み立ても簡単、調理もしやすい、使ってみて実感できました、優等生なので初心者におすすめと思います。メジャーすぎて他人と被りやすいことが唯一のマイナスポイントでしょうか。あ、私の一軍はベルクローとの縁です、ということで、縁もね今回ランクインならずということでしたが、まあここでもコメントあった通りですね、このピコグリルに関しては、まあ、初心者にもおすすめできますし、調理、焚き火調理とかもね楽しみやすいということで人気の秘密なのかなとも思います。もう一点ですね、88さんですかね、ソロといえばこれっていうぐらい軽くて薄くて感動した一品、惜しいかな、薪の組み方があまり選択肢がないのが残念ではあるが、そこはご愛嬌、個人的にはピコグリル、マクライト、B6 くんかな、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ本当に使いやすいですよね、なんだかんだ言ってもう慣れちゃってるっていうこともあると思うんですけども、このねコンパクト収納、それから使いやすさですね、薪そのままくべられますし燃焼効率も悪くないというところと、まあ調理もしやすいというところで、まあこれはなんとなく皆さん納得なんじゃないかなと思いますけども、今回の焚き火台総選挙第1位にランクインしましたのはピコグリル398でした。はい、ということで今までね、第10位から第1位までランキングを見てきましたけども、ここからはですね、今回本当にたくさんの方からご投票いただいていた中でも個人的に気になっていたものを皆様とご紹介していくやみつきピックアップのご時間です。ということで、早速ですけども、今回5品ピックアップしておりますので一緒に見ていきたいと思います。まずはですね、野良道具製作所さんの野良ストーブです。これは知っている方もねたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、燃焼効率の
鬼ですね。ここの横の三角の部分にね薪をくべていくちょっと変わったタイプなんですけども、上の部分に熱が集中して燃焼効率がいいということで、今回トップ10のご紹介しかしていないんですけども、実はこのねノラストーブさんは11位でしたね。惜しかったところではありますけども、愛用者がたくさんいるということで、コメントもね一件読ませていただきたいと思います。ベーコンさんですね。堅牢な作りでなおかつ組み立てが一瞬ででき、見た目も唯一無二で、太い薪もそのまま入れて燃焼でき、上の空いているところから火が上がっているところも非常に綺麗で、かつ火力も高いのでお湯を沸かすのも早いのがいいと思いました。良いところを語ろうとすると長くなるので思いっきり短くしたので拙い文章となってしまい申し訳ありませんでした、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。十分伝わりますね。やっぱねこの剛性というかね、しっかりしたところと火力の効率ですかね、それから使いやすさというところで、これはね使っている方が押すのも納得の一品かなと思います。はい。で続きまして、こちらもね、結構投票を集めておりましたね。ウルフ&グリズリーのファイヤーセーフですね。まあ火床が地面に非常に近いタイプというところと、まあ組み立てやすさと収納時のコンパクトさというところも人気の秘密だとは思うんですが、こちらもコメント見ていきたいと思います。ミノジーさんですね。直火感抜群、軽量コンパクトということで、やっぱそれですよね。ありがとうございます。このね直火感、まあもちろんね地面に対する熱の影響はね考えなきゃいけないのかなとも思いますが、やっぱりこの火床が低いことによって直火感が出せるというのはいいのかなと思います。なおかつ、軽量コンパクトということでコメントもいただいてますね。これも人気ですよね。そして、こちらもコメントをいただいておりました。立ちこけラブさんのフラスタムですね。こんな商品になっております。まあ組み立て式の焚き火台ということですが、火床板の選択ができますということでオプションがある感じですね。大型火床、標準火床、丸型、小型火床ということで選べるような商品になっております。これもちょっと気になったんで今ね立ち上げてますけども、このね立ちこけラボさんはその他の商品も個人的に結構気になっているものがあって、これねレイピア、めちゃくちゃこのギミックかっこいいですよね。私もちょっと気になっている商品あたくさんあるブランドなんですけども、概要欄の方にですねこちらベースのショップの URL 貼っておきますので、詳細はそちらから確認してみていただければと思いますけども、コメント言ってみましょう。ウィルフリットさんですね。円形焚き火台でありながらロストルもついていて軽量コンパクト、二次燃焼焚き火と同等以上に燃焼効率良すぎて廃火してしまいます、かっこいいということでコメントいただいてます。ありがとうございます。やっぱこの五徳の形状とか火床の形状が独特ですよね。なのであまり人と被りたくないという方にもおすすめですし、燃焼効率もいいということで今ねコメントもいただいてますので、実用性も兼ね備えた実力派ということで、気になる方は概要欄の方からねちょっとチェックしてみてください。それからこちらもコメントいただいています、バックサイドサミットデザインプラスシンカーの森旅ストーブということで、これもかっこいいですよね。こんな感じの商品なので、まあ固形燃料使いもできるし、炭火使い、焚き火もできるよというような商品で、結構コンパクトにもなるというところで人気の秘密なのかなとは思いますが、現在はね、ソールドアウトになっていますが、まあ再入荷通知希望するというところでね、気になる方はね、チェックしておいていただければと思うんですけども、こちらもコメント読ませていただきます。守 S さん、守さんですね。ありがとうございます。軽さと姉妹寸法の薄さ、長い薪も使える自由度の高さを兼ね備えた実践的 UL 焚き火台ということで、こちら本体 150g ですからね、めちゃくちゃ軽いですよね。その割に耐荷重 3kg ということもありますので、まあ五徳を使ってね調理も楽しむこともできますし、特にね軽量装備で行きたいという方で焚き火もねしっかり楽しみたいんだとかね、火による調理もねしっかり楽しみたいんだという方にはおすすめの商品かもしれませんね。いいですねこれも。はい。そして最後にご紹介するのは DCM です。ホームセンター製品でもですね結構票が集まっている商品がありましたのでご紹介しております。こんな感じの商品でかまどとしても使える製品なんですが、こちらのね、四隅を囲うと二次燃焼ストーブということで、煙もねちゃんと二次燃焼を促してくれるような仕組みになっているものがホームセンター DCM さんで売っているということで、これも結構ね票集まってましたね。こちらもコメントを読ませていただきたいと思います。トシさんです。二次燃焼の焚き火台でフロントリアの蓋が外れてグリルになるし、上部の網で調理も楽、とてもホームセンターの焚き火台
焚き火台とは思えない。冬は一択になるということですが、足が弱点ということで、ここですかね。この足の部分が正直ちょっとという部分はあるとのことですが、収納袋もついていて、なおかつ片面外せばこういう感じでかまどグリルみたいな感じでも使えますし、四隅をね全部囲えば二次燃焼もできるということで、確かによく考えられた商品ではありますよね。こういったものもね DCM さんの方では販売しているということですので、気になった方はね、そちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで2024年焚き火台総選挙を皆様と共有してきましたけども、いかがだったでしょうか。個人的にはですね、予想外の、結果ではありましたけども、それぞれね一品ずつ見ると納得の、商品ばかりということもありましたし、まあ、あくまでね今回は私のチャンネルを普段見てくださっている方の結果ということで、そのアンケートを取る場所によってもですね、いろいろ、変化は出てくるのかなとも思いますが、個人的にもですね物欲を刺激されるような、焚き火台ランキングという形になっておりました。のでぜひですね、まあ、このランキングに入っていなかったけどこの焚き火台おすすめみたいなこともありましたら、コメント欄にねコメントをお寄せいただければと思いますし、私もこれ使ってるみたいなね熱い思いもありましたら、ぜひ動画見終わった後コメント欄までお寄せいただければと思います。ということで今後もですね、こういった総選挙ものどんどんやっていきたいと思いますので、もしねこんな選挙やってほしいみたいなものあれば、こうそちらもコメントにお寄せいただければと思いますので、ぜひね次回総選挙の、開催の際はですね読ませていただくかもしれませんけども、お気軽にねアンケートをご参加いただいて、より多くの方のね意見を皆様に届けられるような総選挙もどんどんやっていきたいと思いますので、よろしければねチャンネル登録してお待ちいただければと思います。ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。